昨日ロシアがウクライナに侵攻して混乱状態が続いています。案の定ネット上にはフェイク画像だったりフェイク動画が出回っているようなので皆さんご注意ください。日本を含め G7 の首脳はロシアを非難する声明を発表しています。しかもプーチン大統領を名指しで批判したんですけど、これは珍しいことだと言います。それくらい異例の事態になってきているわけですよ。各国が経済制裁に動いているんですが、日本も追加の経済制裁を発表していますね。岸田総理は会見で、ウクライナへの侵攻は力による一方的な現状変更の試みであり、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法違反だ。国際秩序の根幹を揺るがす行為として断じて許容できず厳しく非難すると述べつつ、資産凍結とビザ発給停止によるロシアの個人団体などへの制裁、ロシアの金融機関を対象とする資産凍結、ロシアの軍事関連団体に対する輸出や半導体などの輸出に対する規制を発表しました。ロシアというのはエネルギーの産出国ですからね。今回の事態を受けてエネルギーの安定供給、まあこれ日本に限った話じゃなくて世界中で安定的にされるのかなっていう懸念がありますよ。ただでさえ今燃料が高くなってきているのに、まあ、経済的な先行き不安があります。エネルギーだけじゃないんですよね。ウクライナ情勢が不安定になると例えば日本の酪農にも影響が出てきます。ウクライナは穀物を作っていますからね。それを輸入して日本で酪農用の飼料とかに使っているんですよ。ただこういう状況ですから価格が上昇してしまったりだとか、いやそもそも輸入できんのかっていうね。日本の経済制裁発表に対してロシアのガルージン駐日大使は対抗措置を表明していますね。ガルージン大使は日本政府がロシアと日露関係に対して逆効果となる措置を取ったのは大変遺憾だと言うんですよ。いやいや、逆効果になる措置をまずやったのはロシアじゃないですか。なんでしょうね、この半端ないロシアの開き直り。いや、やっぱり感覚違うわ。侵攻を受けたウクライナは危機的な状況に陥っています。ゼレンスキー大統領はロシアの侵攻を受けて全土の兵士と予備役を招集する総動員令に署名をしました。各地で攻防が繰り広げられているんですけれども、ウクライナ大統領府は1984年に事故を起こしたチェルノブイリ原発をロシアが占拠したと発表しています。これはちょっと不気味で恐ろしい話ですよね。侵攻後すでに100人以上の方が亡くなっているという話もあります。一体どこまで被害が拡大していくのか、各国が経済制裁を強めていくことになるんですけれども、ロシアとしてはそれ以上のものはないというのを踏んでいるんでしょう。そもそもロシアとしては経済制裁も織り込み済みで行動を起こしたんでしょうしね。確実にロシア経済も苦しくなりますよ。ただそれでも安全保障優先というか、ウクライナを取りに行ったと。今アメリカが直接参戦してくるなんていうことは考えられません。それは NATO もそうですよ。ウクライナを守るために血を流すっていうのはちょっとね、ないでしょうね。となるとウクライナは孤立無援でロシアと戦っていくことになります。後方支援といったってやっぱ限界がありますよね。いやー、ロシアっていうのは本当に恐ろしい国だと思うし、もうロシアなんやねんと思ってる方は多いと思うんですよ。最近の情勢を受けて僕はこの本を思い出しましたね。これ2015年に出た本なんですけども、憲政史家の倉山満さんが書いた嘘だらけの日露近現代史という本です。でこの本の序盤部分に歴史から見るロシアの法則っていうのが書かれているんですよ。それちょっと見てみましょうか。ロシアの法則1、何があっても外交で生き残る。2、とにかく自分を大きく見せる。3、絶対に二正面作戦はしない。4、戦争の財源はどうにかしてひねり出す。5、弱いやつは潰す。6、受けた恩は必ずあだで返す。7、約束を破った時こそ自己正当化する。8、どうにもならなくなったら綺麗事でごまかす。これ確かになって思うんですよね。この法則が書かれている前のページに、ロシアは文明を熟知しているという指摘があるんですよ。だけどそれは文明を熟知して文明的に振る舞うっていうことではなくてですね、破るために熟知していると。これなんて今のウクライナ危機を見てもそうだなってなりますよね。結局今の国際社会というのはロシアの暴走を止めることができないんですよ。制裁を受けるにしてもロシアはロシアの論理で突き進んでいきます。次の指摘っていうのも注目せざるを得ませんよね。ロシアがすごいのはあからさまな国際法違反をしておきながらも必ず相手の過失を見つけ出して火を鳴らすことです。日本との中立条約を破っていきなり宣戦布告したことに対しては4年前に国境で演習を行ったとか、
理由にならない理由で転電しました。これを真に受ける日本史学者が大量発生しているので頭が痛いのですが、ソ連の面の皮の厚さには舌を巻きたくなります。ソ連が国境を飛び越えて挑発するから紛争が絶えなかった事実などはなかったことにしています。しかし意外なことですが、現代の国際法の進展にロシアは大きく寄与しています。特に1899年と1907年のハーグ平和会議はロシア主導で行われ、それまで慣習法として確立してきた国際法を条約としてまとめる作業が本格化していくことになります。では何のためにそんなことを言い出したのかといえば、当時のロシアは財政難で戦争が起きると対応できないので、きれい事を言ってみんなをごまかそうとしたのです。自分の生き残りに必死ですから、これでもかと大真面目に国際法を研究するのです。ロシア人にとって国際法は人を騙す大事な道具です。ついでに言うと、冷戦期のソ連はことあるごとに雪解けとか緊張緩和とか言って時間を稼ぐのが常套手段でした。日本人にとってロシアは憎むべき相手ですが、尊敬すべき強敵でもあります。敵を知るというのは大事ですよね。ロシアなんて今もウクライナ侵攻に対してウクライナが悪いんだとかさ、まあアメリカがとかさ、ヨーロッパが悪いんだとか言ってるでしょ。やっぱりこう法則みたいなものってありますよね。こんな相手に対してはまあね、一部の人が大好きな憲法9条なんていうのは何の意味もありませんよ。というかまずロシアって日本のこと舐めてますからね。日本とロシアの間には北方領土という懸案があります。ただこれなかなかね、帰ってくるっていうのは難しい話ですよ。力の論理で来るロシアなんですけれども、ロシア国内では反戦デモもやっている様子ですね。各地で行われたデモで当局は当然弾圧に乗り出しまして、1700人余りが拘束されたとか。日本と違ってデモ活動も命がけですよね。危険を伴うものではあるんですけれども、まあロシア国内からもですね、しっかり声を上げていただきたいなと思います。しかしプーチン大統領としてはそういうのも織り込み済みでしょう。だからそれも抑え込めると踏んでるんでしょうね。これまで表明していたように、まあウクライナね、多分それ侵攻してその反ロシア派みたいな人っているわけじゃないですか。それ多分ねやられるでしょう。でそういうのをやっていくと、あ、やっぱりプーチンやるんだということで萎縮しちゃいますよね。まあ最後に改めてではあるんですけれども、ロシアの今回のウクライナ侵攻というのは本当にやばいですよ。世界の秩序を乱すような行為で、今後の世界っていうのはやっぱ混沌とするんじゃないかなとしか思えません。国連だってまともに機能していませんしね。まあそれは昔からか。やっぱりこういう事態になると誰も守ってくれないので、だからこそ自助努力っていうのが必要になりますよ。ウクライナと日本では事情が違うとはいえ、しっかりとした危機感を持つべきじゃないでしょうか。この動画を編集してアップしている頃にはまた最新情報って出てると思うんですけれども、この撮影する段階ではウクライナメディアの情報としてロシア軍が首都キエフに入った模様だというものも出てきました。電撃戦ですよね、このスピードでって。まあね、一体どのあたりを落としどころとして考えているのか、なんとかロシアの意図をくじかなければいけません。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。